プラチナゲームズは本当にあのアクションという部分に関しては世界屈指のデベロッパーだと思ってますし、あのニーアオートマタでそれが証明できたんじゃないかなと思ってます。ニーアオートマタのアクションをもっと楽しむためにどうしたらいいかで選ばれたジャンルがハック&スラッシュでした。のでこのゲームのコンセプトは端的に言うと、ニーアオートマタのアクションでハック&スラッシュというジャンルを楽しむということになります。もちろん1人でも遊べるんですけど、4人であのダンジョンを攻略していくゲームになります。コンセプトについては、まあ、プレイヤーが、途切れない目標に向かって、アクション、追い求め続けることができると。プレイヤーは、ストーリーを追いながらダンジョンをクリアして上層を目指していくと。入手する装備や素材を集めて自身を強化してカスタマイズしていくと。ゲームのスタイルとしては、オーソドックスなあのハック&スラッシュという形ですね。ただアクションがスキルや強い力を引き出すためのトリガーになっているところが、ポイントかなと思ってます。プレイヤーの背中についているギデオンコフィンというのがかなりキーアイテムとなっています。それによって、遊び方とかカスタマイズの方向性というのも変わってきます。ハイファンタジー感というか、その上品さというところはすごい意識してくれというふうに言われましたね。カートゥーンチックにならないのか読むというか、リアルに本当に存在している人たちがいるかのような感じは意識しました。このゲームは運営型のゲームとして開発しています。発売後も定期的に新しいコンテンツを提供する予定です。ようやく皆さんに改めてこういった形で発表できたこと、本当に私たちも嬉しく思いますし、まさにこれから開発の佳境になっているので、精一杯頑張っていきたいので、皆さんも引き続き応援よろしくお願いいたします。プレイステーション。